こんにちは、パパ先生田です。今日はですね、海沿いの町ブレーというところに行ってみようと思います。お気づきの方もいると思いますが、カメラのマウント位置が変わってます。気分です。カメラのマウント位置は本当もう気分ですね。胸だったりバイクだったりヘルメットだったりなんか安定してなくて申し訳ないです。ブレーはここから今あのダブリのセンターにいるんですけど、中心地にいるんですけど、どんぐらいかな、片道1時間はかかんないと思うんだけどな。明らかに赤だったよな今な。そうですね、あの高速使えばもう全然あっという間に行けちゃうんですけど、ああ花粉症だなこれ。花粉始まりましたね、アイルランドも。下道だとそうだな、あこれは行っていいんだよな。下道だとそうだな、まあ1時間ザクッと1時間ですね。行ってみようと思います。よろしくお願いします。月曜日ですね。僕はあの仕事月曜日お休みなんで、何もないですね、変わったところは。探しては見たんですけど何もなかった、意味がなかったですね。11に入りました。回送路ですね、渋滞してなければ回送路、気持ちいい道です。これをずっと、道なりにまっすぐ行けば、まあ、南の町に着きます。どこに出るのかな、ウェックスフォードとかに出るのかな。アイルランドあんまりね大きな、島じゃないんで、南まで行ってもどれくらいかな、
GN でも3時間も走れば着いちゃうんじゃないかな。一周しようとかね考えるとえらい遠いですけど、まあ、多分南の端、北の端、西の端、それぞれ東の端にあるダブリンから行ってもそうですね、まあ、3時間から5時間ぐらいで行けると思います。いやみんな出すねやっぱり。なんだこれ、あー学校があるのか。ものすごい数の学生さんがバス停のところで待ってますけど、すごいな。あんまり見かけないな、普段この時間に走らないから見かけないですね。ガキ揃いって感じですけどね。いやすごい子供たちばっかりだ。てかここ共学なのか、珍しい。まさかね、違うと思うんだけどな。アイルランドは男と女は別れて教育を受けますなんていうとなんか怖いですね。男子校と女子校に分かれてることがほとんどなんですけど、ここは違うんだね。寒かったな。まだまだやっぱり冷え込むな。夕方帰るときめちゃくちゃ寒いかもしれないな。やっぱり防寒には大事ですね。イージスでも来てくればよかった。出してんの？流れに乗らないと怖いんだよな。こっちバイクだしさ。あ、これで80キロ制限になるのね。なるほど。よいしょ。これが田舎町に行くともうスピード違反なんて不可能なぐらい道が狭くなったり汚くなったりして、なのに制限速度はずっと高いまんまって、そういう事態が待ってるんですけど、
多少振動があるぐらいかな。そんなに乗りづらいっていうことでもないです。タイヤさえ変えてあれば。タイヤ変える前は80キロって言うとうわ死にそうとかって思ったけど、タイヤ変えてあれば大丈夫だな。